トフル、アイエルス満点ですからね。いやネイティブにとってもあれ難しいですね。アイエルスのライティングが難しいですね。はい、まあ、日本に行ってなんか人生をリセットしたかったの。19から始めるなんか。Hello there! はい、始まりました。もう一つチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、講師オーディションにも出ていただいております、英語ファイルのですね、一ノ瀬先生においでいただきました。はい、ありがとうございます。あ、こちらこそ、本当にありがとうございます。そうですね、まあそうですね、英語講師オーディション今、開催中でございましてですね、はい、この予想を皆さんの、はい、いろいろやってもらってるんですが、はい、土曜だと、あと1日ですね、明日まで予想できますの で, です、ね、はい、ぜひぜひです、ね、決勝に残る3名と優勝者を予想してです、ね、送ってください。お願いします。はい、はい、ではですね、一野先生いろいろ聞きたいんですけども、はい、自己紹介を軽くオーストラリア英語で。あ、はい、My name is An Ichinose. Currently I work at a school called TOEFL Seminar、TOEFL SeminarAnd I mostly teach TOEFL IBT, and I also am doing a YouTube channel called Ego File, and I mostly teach expressions for writing, and I update my page about every week. はい、よろしくお願いします。言い換え表現をですね、はい、たくさん勉強することができますのでですね、ぜひ、最近だと Realize とか、ああそうですね、Happy とか、ね、ありがとうございます、本当に嬉しいです。あ、そうですね、はい、あと参考書とかも、はい、そうですね、出ていらっしゃいますね。ああそうです、まあ、自分一人で書いたものなんじゃない、あ、はい、ではないんですけれども、そうですね、TOEFL 関連だったり、英検だったり、あと IELTS のものを出させていただいています。はい、そうですね、なんて言ったってですね、TOEFL、IELTS 満点ですから、ね。いやーもうありがとうございます。バーンみたいなね。いやでもまあいないじゃない。オフルもじゃあ IELTS もでも一発で取れました。いや取れてないです。取れてないです。あ、そうなんですね。三、はい、回目ですね、両方とも。あ、両方とも三回目。はい、へえ。トフルはどこで？アテンを取りました。はい、多分一回目は。どこでなんだろう。多分リスニングかリーディングか。あ、はいはいはい。だよな。まあリスニングかもしれないですね。はい、聞き逃したり覚えてなきゃいけないから、ね。本当にそうなんですよ。ね、もうこれ全然聞いてなかったっていう部分聞かれたり。するので、そうですね、ネイティブが間違えるんだったらリスニングですよね、やっぱね、はい、で、3回やって、そうですね、ようやくシャーみたいな感じで、もう、はい、嬉しかったです。もうTOEFLゼミナール、はい、取ったぜ、これで俺がナンバーワンだ、はい、僕は一ノ瀬の一番一番だから、僕、120点取れたっていう時の、はい、画面を見てる自分のリアクション取りましたよ。あ、そうなんですね、へぇ、それはいい、ちょっと記念に撮っとこう。それ面白いですね。はい、アイエルツはどうだったんですか？アイエルツも3回目ですね。3回目どこで？はい、やっぱりライティングと、はい、あとは多分スピーキングも 8.5 とかになっちゃったのかな。あ、そうなんですね、うん、ネイティブでも考えたことないこと聞かれたらやっぱちょっと言葉に詰まっちゃいますよね。いや、まあ、別にだって勉強いらないじゃないですか、多分知ったんですか、どうしたんですか。対策はしました。どんな対策が、まあ、やっぱなんか面白いですよ、ネイティブがどうやってトフルとアイエルと対策したんだとか、ね、何の参考にもならない。いやでもやっぱ問題形式ですよね。あ、形式を覚えて、どういう問題を聞かれるのかとか、まあ、制限時間どれぐらいなのかっていうのを全部分かった上で受けたって感じですね。すごいですね、やっぱり、はい、やっぱ一番難しいと思ったのはアイエルツのライティングだと思うんですけど、はい、みんな言うのはどうなんですか、はい、ネイティブにとっても、はい、あれ難しいですね、アイエルツのライティングが一番難しいですね。はい、僕ライティングセクションは実は 8.5 なんです。あ、9が出なかったと、はい、そうなんですよ。ネイティブに9出さないおかしいです。本当におかしなテストです。何なんでしょうね、何なんでしょうね、はい、ホームページとか見るとなんかネイティブスピーカー用のアドバイスとか書いてるんですよ。だからなんかネイティブも受けるのかなっていう、そんなもんまであるんですね。はい、そうなんですよ。いや、ネイティブでも Q が出なくて、なんかすごい怒ってるらしい、いろんなネイティブ。ああ、そうですね。なんか文句の電話かけた人とかも、あ、そうですか、いたりする。アメリカ人で、なんか7とか言って出てる。そんな、今この喋ってるので分かるでしょ、なんだなわけないって分かってるでしょって怒って電話をかけた人も、そう、まあ、いつかはちょっと撮りたいですね。あ、旧ライティングの旧も、はい、狙いたいわけですね、はい、日本語と英語だったらどっちの方が、はい、そうですね、まあ、今となっては多分そんなに大差はないと思うんですけど、はい、ただ
まあ、ライティング限定で言うと多分英語の方がまだ得意なのかな。例えば日本語で小論文書きなさいって言われても絶対書けないと思うんで。なるほどなるほど。あれですね、生まれはこっちで。あ、そうですね、生まれ東京で、でその後3歳の頃に、父親のお仕事の、都合でオーストラリアに、行きまして、でそこで20年間暮らしていました。で日本にはその後大学終わって。あ、そうですね、卒業して。どういうきっかけで。まあ一言で言うと、まあ、20年間ずっとオーストラリア暮らしてたんですけど、はい、日本の方が好き。あ、そうだったんですね。そうですね。だってもう普通に小中高、はい、あ、もう全部あっちですね。ですよね、はい、もう日本の方が好きだったんですね。なんでですよ。なんか、なんですかね、結局馴染まなかったっていうか、まあ、オーストラリアってどちらかといったらその社交性のある人とかが評価されるじゃないですけど、うん、まあ、そういう人たちがいいみたいな、はいはい、そういうイメージがあるんですけど、まあ、僕どちらかといったら内向的な人間なので、あんまり外に出てこうパーティーだとかスポーツだとかあんまりする方じゃなかったんで。イントロバート。そうですそうです、本当にもうまさにそうで、だから、うん、まあちょっと心地が、まあ、悪かったって言ったらちょっと言い過ぎですけど、それほど良くはなかったっていうのが、ね、なるほど、そういう感じだった。で日本の文化とか、はい、日本語にはどうやって触れてたの？ああ、まあ日本の文化ずっと昔から興味があって、はい、オーストラリアに暮らしてた頃もおばが日本に暮らしてたんですけど、はいはい、例えば僕の誕生日とかの時に、はいはい、いろいろ送ってくれるんですよね。ほうほうほう、ファミコン、まあ、当時ファミコンちょっと古い、はい、古いんですけど、ファミコンのソフトだったり、はいはいはい、あとはまあ、ドラえもんの漫画とか、ほうほうほう、あと僕ドラゴンボールが大好きなんですけど、はいはいはい、まあ、そういう漫画とかいつも読んでたんで、それでまあ日本の文化に触れてたし、あと、まあ、そういう漫画とかゲームを通して日本語を学んでたっていう感じなんです、ね。家では日本語だったんですか？そうですね、はい、会話は日本語学校とかも行ってたんですか？あ、行ってないですね。行ってないんですね、はい、いきなりもう現地だったんですよ。もう本当衝撃で。珍しくないですか、日本語学校行ってないでここまで日本語できるって。いやいやいや、もういや珍しい。まあ多少いたので、アメリカ留学中もやっぱそういう人が、はい、心はやっぱ日本人で、ああそうです、馴染めないみたいな感じの、はいはいはい、その人はすごく日本語うまかったですね、はい、日本語やっぱ読み書きどうですか？あ、読み書きがもう一番やっぱ弱かったですね。今はでも全然読めて、まあそうですね、割と、うん、できるようになったかなとは思うんですけど。漢字とか。漢字はまあそうですね、一応僕日本に帰ってきたから、はい、漢検ってあるんですけど、はいはいはい、その漢検のテキスト、まあ、10級があるんですけど、10級から始めて、はいはい、そうなんですよ、10級、9級、8級、7級みたいな感じで、はいはい、でまあなんと、まあ、2級の漢字なら読むことはできますけど、ただ書きは多分全部は書けないと思いますね。そうなんですね。いやー、やっぱなんか面白いですが、この公式オーディション見てもコメント欄にですね、はいはい、うわー、どうなんですか、発音綺麗とか英語力すごいって書かれるのは、はい、だって僕が日本語うまいとか日本語力すごいって言われてるみたいなのと同じ感覚じゃないのかな、どうなんだろう。あ、でも嬉しいですね。そうなんですね、はい、よかったです。はい、なんでしょうね、僕結構多分大学生ぐらいになるまでは両方ともすごい中途半端だったんですよ。スマイリンゴみたいな。あ、そうですそうです、はい、もう本当にダメで、それこそルー大柴さんって、はいはいはい、ご存じじゃない方もいるかもしれませんけど、英語と日本語を混ぜながら喋る芸を持ってる芸、芸人さんがいるんですけど芸を持ってる芸人すみません、はいはいはい、激輪に触れるっていう、はいはい、その触れるの部分を英語に変えて激輪にタッチみたいな言ったりする、はいはいはい、笑いを取る方なんですけど、はいはい、でも、まあ、僕はそのリアルで、はいはい、そういう風に喋ってたんですよ、ね。大学は何勉強してるんですか？大学は教育学部だったんで、はい、まあ、先生になる予定だったというか。それで日本に結局こう行く決断はどんな感じで？それで就職する前にまずちょっと日本に行って、まあ、楽しく暮らしてみようかなって思ったのがきっかけですよね。それで、はい、でも就職することになるわけじゃないですか、日本で。まあそうですね。どういうきっかけでそれは？大学卒業するまではもう本当なんかどうしようもない人生を送っていて全然考えてなくて、はい、そしてもう人任せだったんですよね。だから教育学部に入ったのも結局自分がすごい入りたかったっていうわけじゃなくて、うんうんうん、まあ、なんとなく、まあ、自分は英語と日本語の両方を、まあ、周りの人よりは両方ともちょっと使えるのかなっていうことで、はいはい、うん、じゃあ
仕事考えたら何がベストかなって考えた時に、まあ、それは、ね、先生なのかなっていう、まあ、そういう気持ちでまず、はい、翻訳や通訳ではなくそっちに行ったんですね。そうですね、もう全然教えるの下手なんですよ。本当に下手だったんですよ。そんな、いやいやいや、はい、そうだったんですね。それがこう上がってきて、今や講師オーディションに出てるじゃないですか。いやいやいや、ありがとうございます。で、まあ、日本に来てなんか人生をリセットしたかったっていうのがおー、ファミコンみたいに。そうですそうです。あれゼロになっちゃう、あれはあれでゼロになっちゃう。そう、まあでも本当にあの誰にも頼らずにいろいろ挑戦してみたいなと思って。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.